ホゲが。こんにちは。あれ午前中だからまだおはようございますの時間なのかな。まあでも昼ってことでいいよね。こんにちはということで皆さん、夏休み中に失礼します。まあ社会人の方は仕事行かれてるかと思うんですが、連休明けできついと思うんですけども頑張ってください。あ、龍がいるね、ありがとう。皆さん、ありがとうございます、素敵なメッセージをね。ありがとうございます。あのこの後はですね、ちょっとCLの配信をやろうかなと思ってるんですが、今日はライブAの収録に来てます。はい。でヘアセットを終えて、今ジンくんが髪の毛セットしたりしてるんですけども、あのね、ものすごい量のあの差し入れをね、ジンが買ってきてくれまして、まあ、スタッフチームの皆さんにつってなんかプチランチセットみたいなやつ買ってきてくれましたね。すごい量ですよあれ、本当に こんな抱えてきたんですよ。はい、ハッピーバースデーありがとうございます。27歳になりました。はい、誕生日で今日は今からお仕事行ってきます。あ、まあこの昼帯からお仕事の方も結構いらっしゃるんですね。本当にありがとうございます。はい、ということで今年27歳はですね、本当に勝負だなというふうに思っております。やはりあのちょっとね、こうチームのおんぶに抱っこになってしまうところが多々ありますので、そんなこう助けてもらってる我がチームをですね、少しでも僕からこう支えるというか、こう力になってよりこうランページを広めれる、その一員になれるようにちょっとしっかりと頑張っていきたいなっていうふうに思ってますね。うん、そう、まだまだちょっと本当にね、お荷物になっちゃうことたくさんあるんで、もっとこうインプットして、もっとこう音楽の歌の道をですね極めていきたいなというふうに思ってます。痩せたね。お、気づきました、結構絞れてきました。あ、オープンキャンパス懐かしい、楽しんでね。オープンキャンパス僕も何回か行きましたね。結局大学は行ってないんですけどね。何時に生まれたの？僕は正確に言うと深夜の8月10日の午前3時8分らしいです。母親が連絡くれて教えてくれました。最初に連絡来たのは山椒でした。でその後すぐジンくんとか来てくれて、ですぐリキアさんとかなんかポンポンポーンって、で朝連絡くれたメンバーもいるしって感じですかね。これから手術、頑張ってね。体調管理じゃねえな、結構こう何の手術だ、痛いのかな、どこの手術、場所にもよると思うんですけど、乗り越えてください、頑張ってね、パワー送ります。やばいね、生まれてきてくれてありがとう、やばいな、結構そこに関しては親のおかげだね。ランピに早く会いたい、我々も会いたいです。生まれた時の体重、僕確か2700何歩とか、こう結構小柄だったんですよね。今から居酒屋行きます。
めちゃくちゃ暑いんで気をつけてください。こまめにこう水分補給を忘れなく。そうね、あこちゃんありがとう。うちの母ちゃんが腹を痛めてふんってこう踏ん張って俺を産んでくれたわけなんで、はい、母ちゃんには感謝してます。親父、もちろん親父にもね。親父と母ちゃんが結婚してなかったら僕生まれてなかったわけなんで。いやー、会いたいですね、皆さん。本当に会いたいと思います。うん、なんでそのあこちゃんのおかげで。あ、自分も今日誕生日お祝いしてほしいです。おめでとうございます。何歳になったんだろう。きっと若いよね。お母さん似てるの。顔とかはあんま似てないんですけど、なんかこう性格とかが結構似てますかも。似てますかも。似てるかも。え、ただのめっちゃ楽しい。頑張ります、稽古。お誕生日おめでとう動画作った。すごい。あれ、いわゆる僕100投稿、インスタグラムの投稿100投稿の時に作ったみたいな動画ってことかな。編集大変だよね。ありがとう、わざわざ。流れてなんか見れないかな。スクショさせて、スクショタイムみたいですかね。いや、この後僕はCL のキャス配信もちょっとやろうかなと思っているので、まああと5分ぐらいしたら移行しようかなっていうふうに思ってます。ラストちょっとこうやろうかなと思ってますね。やろうかなというか、スクショタイムしようか。母ちゃんに似たところは結構負けん気強いところというか、こうそういったところかもな。なんか親父の性格と母ちゃんの性格をすごいなんかミックスしたような人間かなって自分は思ってます。あと歩き方が親父と全く一緒ですね。運動能力とかだからね、特別こう秀でたものがないんですよね。ゆくくんトレンド入り。え、マジ？ありがとうございます。顔がして、あとね、3.5 から4キロぐらい絞ります。結構もうしんどいね。焼けました。焼けました。音楽大陸で、海星と海行ったんですけど、その時焼けたりとか、まあ最近仕事前にこう外走ったりしてるので、その時に結構日焼けしたりとかするんじゃないかなと思ってますね。結構黒いよね。髪切る予定ありますか。次どんな髪型しようかなってちょっと迷っています。あ、レン君10キロ痩せたぜ。マジすごいな。レン君絶賛ね。大会に向けて減量中ですからね。じゃあもうちょっとなんかトレーニングの動画、様子の動画最近見たけど、腹もボコボコしてきて、でもなんか結構使ってる重量は普通に重いやつやってたから、いい感じで順調にちゃんと筋肉残しつつ絞れてるってことだと思うんで、さすがプロですね。本当にすごい。また合同トレーニングしましょうね、レン君。次どこ行きます。背中、肩、単発にしてほしいですね。単発にどうせするならもうなんズバッと行きたいよね。なんか行っちゃおうかな、こうズバッと。なんかヘアセットいらないぐらい短くしちゃおうかな。でも僕五輪の時代とかありますからね。俺なんかマジで優勝するよ。マジで応援します。
めちゃくちゃ応援してる。背中やりますか。男は背中って言いますしね。リク、今から何するんですか。今からお仕事ですね。ライブ用の収録です。結構いつも収録、なんだろうな、いろんな事情があって、こう一日にこう凝縮してギュギュってこう撮んないといけないので、結構終日スタイルなんですよね。もう最後の方白目向いてます、こうやばっつって。口の横のほくろ食べたいです。取り外し可能ではないですね、このほくろは。 横でマネージャーが笑ってます。 はい、メンバーいるの？ジンくんがいますね。ウラリバーくん、ハッピーバースデー、リクさん。ありがとうございます。うちのめいっ子はリクくんのファンです。2歳のめいっ子。おー、めいっ子ちゃん、ありがとう。ということは、あなたは、誰のファンかな、これ。山椒かな？たまにでいいから、こう、俺の歌も聴いてね。たまにでいい。今日のご飯何ですか？朝から、千切りキャベツ食べてきましたね。あとアボカド。完全に減量メニューですね。ということで、もう間もなくね、ちょっとシエルの方に移動しようかなっていうふうに思っております。ということで、じゃあ。あ、もうね、手だけでこう一気に27をね、表現できなくなりましたから、27歳でございます。7にしようか。7スクショタイム。ということで、じゃあ、アボカドって醤油とわさびで食べたらマグロになるらしいよ。ちなみに、僕今日それで食ったんですよね。マグロは感じなかったっす。アボカドだなーって思いました。57歳、今日押していい場合、母。ぜひぜひ、ありがとうございます。ということで、じゃあ CL に行きます。ありがとうございました。バイバイ。